はい、じゃあこちらが 2way バニティバッグです。品番が B-1471 です。お色がまず私がこの今斜め掛けしているのがブラック、そしてこちらがアイボリー、そしてこちらがグリーン、はい、そしてこちらがピンク、そしてグレージュの5色展開になっております。ではお値段いきます。じゃじゃん、2990円、イエーイ。はい、でこちらは18時から発売で、1月19日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格になります。はい、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 じゃあポイントいきますね。今期ねバニティバッグが結構ね再注目されておりまして、なんかお化粧ポーチとかそういうので結構この形ってよく見ると思うんですけど、それをこうあえてこういう感じで持ったりとか、バッグこの感じで持ったりとかするのがすごくおしゃれで可愛いんです。で、これのねいいところはね、これだけ深さがしっかりね高さがあってマチもあるので中がすごく広く使っていただけます。で、なんかこんな感じです。たっぷり大容量なんですけど、さらにここにチャック付きの内ポケットがあるので、ここにね細々したものとか入れていただけます。はい、で中身かなり入るので、ちなみに長財布も入ります。これ横に長財布入りますね。商品ページにそちらあるので見てみてください。収納力たっぷりです。そう、リール見たよってありがとうございます。インスタのリールにも実は載せていますので、収納力はかなりあります。で中身一応検証すると、私の長財布とかがないのであれなんですけど、ちょっと待ってくださいね。私のカバンの中身たちをちょっと見せます。財布縦にポーチも縦に入る、なんかカード系のケース入れて、でこっちとめっちゃホコリだらけ、なんかこうリップとか入れてるんですけど、めっちゃ黒ばっかりで申し訳ない。本当にこれも入るし、ボールとかミスト系、顔のミストとか入るし、なんか除菌のウェットティッシュ、あとは、まあ、リップとかもそのままポイって入れて、あと携帯も入るの、携帯も。入れ方が悪かった。じゃん。めっちゃ中身たっぷり。で、閉めていただくとこんな感じです。全然形も崩れてないし、結構たっぷり入ります。で、手持ちながら開けるときなんですけど、あ、でもあんまりガサって開けない方がいいです。なんかこれぐらいの感じで開けて物取り出す方が安心かなと思います。全部開けちゃうと重さでガッってなる可能性があるので、あんまり開けすぎない、このまま取り出すときは、か斜めのときはもう全然シャッて出せると思います。こんな感じ。斜めの時は上を持ったらそんなにバンって開くことはないと思うので、ちょっと何個か入れてみる。
も閉めるときこうちょっと支えながら閉めた方がいいかな。入れてて、なんかね全開に開けない方が個人的にはいいかも。なんかこれぐらい、ちょっと後ろは止まってるよぐらいで、こうして私やったら取り出すかなって思います。でこう入れていただいたら全然大丈夫かなと思います。今季結構トレンド的バッグなのでめちゃくちゃいいのでは、かわいい、こんな感じですかね。で、表面は脂肪加工ですか。そうですね、こうちょっと合皮のタイプなんですけど、ちょっとザラ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 、めちゃくちゃザラザラまではないですが、つるんとしてるタイプではないです。なのでこういうタイプってこう傷がこうつきにくい、目立ちにくいので、使っていただきやすいと思います。このままこう持っていただいても可愛いです。で、私ね、思ったのが、これこの前エリさんのセレクトアイテムでこれ出たじゃないですか。これもちろんね、これ付属でショルダー 2way なのでショルダーついてるんですけど、それをこのエリさんセレクトのこれに変えても可愛いのではと思って持ってきてみました。雰囲気が変わる感じになる。ちょっと長い。高見えは黒かな。いじゃ何色欲しい。私は黒かアイボリーかグリーンが好きです。何色も言うけど。こういう感じにしてもらってもちょっとアレンジで持っても可愛いかなと思います。はい。でもやっぱり使いやすいのは私はブラックかな、一番ブラックが結構好きです。ブラックです。はい、こんな感じですかね。あ、ピンク見たいです。ピンク、この金具はすべてどの色もゴールドになってます。こんな感じです。めっちゃ高見え。そうなんですよ、高見えします。これはで、グリーンの中みたいでしたので、なんかこんな感じです。ピンク、あ、そうですね、中の裏地の感じの色はこういうなんかゴールドベージュっぽい色をしています。全部、ただ黒に関してはなんか黒です。黒は黒なります。ピンク、サーモンピンクですか。そうですね、色はちょっと濃いめのサーモンピンクっぽいです。ピンクもいろいろありますからね、色がね。こんな感じです。はい。で、なんかコーデの合わせ方とかは結構いろいろ今日全体的に合わせてるので、よかったら見てみてください。これにデニムとか合わせたりしてもいいし、こういう感じのお洋服の時はこういうのも可愛いし、あとグリーンもやっぱり差し色で今季すごく流行っているので可愛いですよね。こんな感じ。どうかな。はい、じゃあバッグいけますか。ちょっとコーデにいろいろ合わせられず申し訳ないんですけど、いろいろね、今日お洋服紹介の時とかも持ってたりもするので、あったら見てみてください。次、最後いこうかなと思います。あ、緑のバッグ一つは持っておきたい、いいと思います。なんか
ね、1個あるとすごく差し色にの時になんかコーデがあめっちゃシンプルやなって思う時とか、グリーン持ってくると一気に華やかになってなんかすごくおしゃれに見えるので、グリーンのバッグおすすめです。ショルダー変えられますか？変えられます。こんな感じです。結構幅は広いのではと思います。私さっき斜め掛けしてたんですけど、もっと短くもできますし長くもできます。ちょっと待ってくださいね。で結構短めかな。短いとこんな感じでしょうか。こんな感じです。はい、じゃあ最後、スカートも今日紹介あるので再販スカートいきますね。